今年初めての稚鮎の放流が行われました。日田市の三隈川などの筑後川水系では毎年数回に分けて合わせて100万匹の稚鮎の放流が行われています。今年最初の放流は今日行われ、地元の漁協の人たちが8センチほどの稚鮎およそ25万匹を川に放っていました。また今年も大きくなってくるといいなと思うんですけどね。鮎釣りの解禁は5月20日で、その頃には20センチほどの大きさに成長しているということです。